吉野さん、自由になったその先まあ、暇を苦痛と感じるのか暇を豊かと感じるのかっていうふうな感受性にも寄ってくるんですけども私は暇徹底的な暇でこそ人生は豊かだと思うんですよね。まあ、例えばね庭にできたうんアリの巣をこうやって眺めてるわけですよ。3時間とかね3時間とか眺めてるんですよ。でちょっと飲み物をこうやって飲みながら。あーあーこれアリちょっと大きいね あれなんかバックステップしてるなとか巣の中ってどうなってるのかなあと今ね冬の花が咲き始めるんですけどもその冬の花にちょっと気が付いたりとかあっキンモクセイか香りがふわっとしてきたのはどこだろうみたいな感じでねただそれをこう眺めたりとかねあとはあの。 もう暇ででであるるからこそそきるんですけどもその誰もいなくなったような半分過疎みたいなねそんな誰も住んでない廃村みたいなところが近くにあるんですよ。でそういうところを車で行って歩きながらねあのー、家が口かけたのを見ながら立派な庭とかを見てねああこれどんな人が住んでたのかな大家族だろうないろんな人が来たんだろうな玄関立派だなああ。 のの人の家、庭、池まである、恋を話したんだろうかっていうふうなねこういうふうな暇だからこそ見ず知らずの人の暮らしにね思いを馳せていろんなことがあったんだな30年いや50年ぐらいかなこれ70年ぐらいの建築かもしんないなみたいな感じでねそういうふうに誰もが目を向けなくなった自然とかうんそうて人工物とかに私だけはこうね 思いを馳せているというねだからね暇をすごく楽しんでますよね忙しくってやることがたくさんあってそれはそれで充実してると思いますけどもなんかその人生っていうのはね捨てることも大事なんじゃないかなと思うんですよねそして捨てられて見向きもされなくなったものにやっぱ誰かが気づいてその小さな自然とかね花びらをめでる気持ちとか 本当に素通りするような取るに足りない小動物に時間をかけてみるとかね。なんか私の過ごし方っていうのは非常に豊かで、暇だけど退屈はしてませんね。で、退屈することがあっても退屈もエンジョイできるような、そんな気がしますね。だから隠居じゃないと人生始まらないんですよ。それまでね、何かに追われながら仕方なくやることが多かったりとか、 日中にやらないといけんなってことがあったりとか,だから他者に完全にこう追われているっていうかね、まあ、そういうふうになるところから私はどちらかというともう何者にも左右されないと言いますかね自分が傾けたい人とかものに。 自分の時間を傾けるっていう感じですかね、うん、いやーどうなっちゃうんでしょうかちなみに今ね光源氏と男組の CD を探し回ったんですけども中古ショップ行ってないですね全然ね全然ないうんチャギアスカとかもないですねあとなんだなんか分かんないけど私がね10代20代の頃に いいいいろろ見てて聞いたものってないですよモーニング娘。とかもあんまりないですね。歌田光かもあんまりないですね。だから中古 CD 屋も全然こう様相が変わっていったというか中古 CD のコーナーむちゃくちゃ狭くなっていてもうああいったものってのはインターネット上にもう任されてるんでしょうねどうしようがね。中古の古本屋ってのもほんと見なくなりましたよ。うん、全部インターネットなんですよねああいうのもね。なんかこの古本屋に行って。 中古の CD とか本をね何があるかなーって宝箱を見るような気持ちで2時間でも3時間でも広大な本棚を探した頃ってのはねそれこそタイトルだけで買う漫画って結構ありましたからね全然こう世の中に知られてない名作ってのにも数々出会いましたし無名なまんま去っていった漫画家さんに何度ねファンレターを送ったことかそんなことを思い出しましたでも今みたいいにに忙しい時代になってくると 本当にこう、YouTube もそうですけどもね、低アクセスの YouTuber をわざわざ探そうなんて人いないでしょ。今私はね、低アクセス YouTuber さんをね、むちゃくちゃ探していて、いい出会いが結構ありましたよ。そのことについてまたお話しましょう。私みたいな暇な人間じゃないとこういうのはやんないんじゃないかなと思いますよね。はい、自由のその先。まあ、行ってみないとわかんない。吉谷さんと同じ気持ちでございます。私は自由になって暇になって良かったと思ってます。 暇でもやれんすよみたいなことはないですね、うん、忙しく社会で活躍してる人それはそれで立派なんでしょうけども私は羨ましいと思わないんですよ私はもうねもうなんて言いますかね本当に1000人のように暮らしていきたいですねいってらっしゃい